デデューとフランス水泳連盟マスコットラウール2013年ビルジニー・デデューはエクスアンプロバンス出身のフランスのアーティスティックスイミング選手ビルジニー・ド・デュ・トゥ・デューなどと表記することもある2003年世界水泳バルセロナ大会2005年世界水泳モントリオール大会のシンクロソロ部門においていずれも5人の審査員すべてが芸術点に10点満点を 与えるという圧倒的な力量を見せつけ連覇。顔の表情や体の動きばかりか、演技中に上がる水しぶきすらコントロールし、プール全体を完成された一つの舞台として作り上げた。その高度かつ独特な演技により、不正室のソリストとの評価を確立した。その後引退を表明したが、彼女の五女王の座についたナタリア・イーシェンコの演技を、技術は高いが、 芸術的には何も新しいものがない。私の考えるシンクロは芸術だが、彼女のものはそうではないと評し、1年8ヶ月のブランクを経て電撃復帰。完璧と言われるイシェンコの技術に対し、引退前よりも磨きのかかった技術力に持ち前の表現力を加えて臨んだ2007年世界水泳メルボルン大会にて、マリア・カラスの生涯を見事に演じきり、 シンクロソロ史上初の世界水泳3連覇を果たした。日本では写真集や DVD も発売2004年にコカ・コーラの CM に出演するなど人気も高い。2002年11月2日から2003年9月13日までに放送されたテレビアニメ釣りバカニッシには彼女をモデルとした人物が登場している。2007年6月末より 同じ事務所の武田美穂と共に、松谷由美のシャングリラスリーに出演。ノーズクリップをつけないで演技することで有名であるが、それが可能な理由について、デデューは、用水の中の胎児の鼻にあるドアが、小さい頃から水に入っていたため自然に残ったのかも、しれないと、あえら2003年8月4日、合病死の人のインタビューで答えている。身長164センチメートル。恋人は、 野球の元フランス代表。好きなスポーツは野球。ありがとうございます。